全学寺は、高知県高知市にある寺院。宗派は、新言州と与山派、都都山、東名院とゴース、四国八十八箇所霊場の第三十番札所。本尊は、阿弥陀如来、本尊新言。御阿弥陀立て伊勢からうんご栄華、人多くたち集まれる一宮昔も今も、栄ぬるかな辞典によれば、大道五年空海が高鴨大名人の別当寺として、 神宮寺と共に創建したと言われている、応仁年間に陛下で消失したが、土佐藩二代藩主、山内忠義の庇護を受けて栄えた。四国ペン令霊上記には、一宮本殿への参道の向かって、右に、長福寺、左に、神宮寺が描かれていて、この時点での札書は、一宮都土山神宮寺であり、本尊は、阿弥陀如来、脇仏は、観音と、静止であった。 その後の江戸時代のうちに、長福寺から善楽寺と名称が変更された。明治初期の神仏分離まで、農協は、筆頭別当時の神宮寺で、高鴨大明神本寺、阿弥陀如来神宮寺と記帳しを行っていたが、寺席別当時の官能院善楽寺と共に廃寺となり、札所見と、阿弥陀如来座像と工房大師像とごま道、不動明王が、 南国市にある二十九番札所国分寺に移された。両寺の配置により、明治八年に再興された安楽寺に、その阿弥陀如来像が移され三十番札所となった。神宮寺は再興されず、善楽寺は昭和五年に埼玉県世野町にあった透明院をこの地に移転し、また国分寺に預けられていた工房大師像を移し、本尊は阿弥陀如来座像を心臓して三十番札所。 東名院全学児として再考したが、30番札所の正当性について、全学児と安楽児の間で論争が起こり、しばらく30番札所が2箇所並立することになった。その後、全学児を改装令状、安楽児を本尊法安令状と称することになり、平成6年1月1日、安楽児を30番札所奥の院とすることで決着した。 土佐神社三道の右手に大きな石造りの十一面間のんぼ殺立像が迎える。境内に入ると、長図場があり、大師堂本堂の順で並んでいる。その間には、不動明王像、修行大師像が立つ。本堂の向かい側には、地蔵堂、小安寺像、梅道像が並ぶ。栗。農協所は、大師堂の左側に並んでいる。鉄道バス道路。 白井は不動安楽寺元の本尊である、阿弥陀如来座像が祀られている。安楽寺を参照。白井は不動昼でも暗い夕刻にある聖地で、石の不動明王が祀られている。四国八十八箇所二十九国分寺三十、全学寺三十一竹林寺。神宮寺と全学寺の両方で農協していたという、説もあり、桜井恵武氏四国遍路八十八の本尊 P 七十。 ありがとうございます。